こんばんは。配信久々に見れて嬉しい。そう、配信自体久々かも。フリー BGM。 ソファーにいます。ギリ寝っ転がってない。なんで TikTok だと漏れんのにショールームだと漏れへんの？てかさ、さっきさ TikTok 投稿したの、ここで撮ったやつを。そしたらさ、なんかシャドーバーンされてるっぽくて、全然みんな気づいてくれない。てか再生回数が全然、なんていうの、普通だったら投稿して1分ぐらいで100超えるんですけど、11とかで止まってて、まだコメント来てなかった。さっき見た時、こんばんは。TikTok 通知来る。その服着てくれた。あ、これ。特に何話そうか決めてなかったんですけど、皆さん元気ですか？私は元気。元気だけど、なんか最近すぐ疲れるんですよ。なんか何もそんなに大したことしてないのにすぐ疲れる。これ何ですか？先日撮影会で釣られました。あ、スーファミリーようこそ。ありがとうございます。ジャルジャルの面接で寝込んでる。あれのさ、ひろゆきさんコラボのやつめっちゃ面白くない？でも実はこれソファーのモフモフじゃないんですよ。ソファーの上にブランケットをかぶせてるんです。もうめっちゃ涼しくなりました。それね、今日とかさ、昨日とか長袖で行けた。全然今日外出てた時長袖してました。長袖着てました。次の撮影会は日にちは私はもう知ってるけど、まだ発表は先ですね。衣替えしなきゃと思ってできなかった。あーい、偉すぎ。しようと思っただけで偉い、ほんまに。衣替え、スミレのさクローゼットに2つあるんですけど、1個のクローゼットがめっちゃちっちゃくて、でそこはボトムスとトップスを入れてて、でトップスはもう今の時期やったら T シャツとか袖がない服を入れてるんですよ。あと長袖の UV カットのやつと、あとスカートとズボン入れてるんですよ。でそれを変えなきゃいけないなって、そろそろ長袖の薄いやつとか出さなあかんなと思ってるけど、まだやってません。あとワンピースも、夏物のワンピースをワンピースだけかけるラックに、こうルックブックでよく出てくるさ可愛いラックを買ってブワーってかけてるんです。これとかもだけど、長袖のワンピースとか秋物のワンピースも出さなきゃと思ってます。服装迷うよね。涼しくなってきたから体調崩す。ありがとう。今ぐらいのさ涼しさでずっと追ってほしくない？なんで BGM？ なんかね、配信マネージャーさん毎回見てるんですけど、なんか雑音とかこう静かすぎるから BGM かけた方がいいねってなってかけることになった。こんばんは。かわいい。でも今日はめっちゃ手抜きのメイク。
10分とかでやってもう髪の毛もドライヤーしただけでノーセットなの。秋冬ほんまにないからグレイルの紹介めっちゃ助かる。うれほんまに嬉しい。なんかね、結構この間の撮影会の服もババババババってどっさりグレイルで買い物したんですよ。それも紹介したいけど、あ、ちなみに今日はモーニングルーティーンを撮りました。編集したらあげます。今欲しいものありすぎてありすぎて決められへん。お弁当まだちょっと暑い。あの今日昨日ぐらいの午前中の気温ぐらいが22、23度。こんばんは、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 こんばんは。日陰だと寒い、わかる。モーニングルーティーン楽しい、ありがとう。ちなみにでもあのグレイルのワンピースチェックのやつは朝目覚めはすっきりするタイプですか？日によりますね。なんか起きれへん日はほんまに起きれへんし、パッと起きれる日は起きれるんです。何の違いこれ。止まった、ごめんみんな、 BGM 中すぎてえ、そうこれさ YouTube でさ一番最初に出てきたやつ、作業用 BGM、 勉強用。もっとどうする、上げ上げの BGM の方がいい。著作権フリー BGM。 レムノンレム睡眠それかな、勉強用聞いてるか最近はあ、ねえ昨日さあの最強の、ごめんなさい、最高の教師最終回見ました？いやー星崎くんがあれでしたね、九条先生の押した犯人でしたね。見た？いやー、そう最高最強の講師、逆逆あの最強のもう最高の教師っていうね、土曜日にやってるドラマがあったんですけど、予想はうーんそうだね、まあみんな星崎くんが怪しいって言ってた。あ、ちょ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 、ネタごめん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 。あとこれもずっと見てるのはネットフリックスのセレブリティっていう韓国のドラマを見てるんですけど、なんかインフルエンサーの話で、なんかねフォロワー数でイベントの席が、ファッションショーのイベントの席が変わったりとか、なんかすごい世界だなと思って見てる。ネタバレごめん、でも面白いから見て。こんばんは。伏線っぽいのいっぱいあったけど、それえ嘘、なんかあったっけ伏線、ちょっとまた教えてください。面白いと思う。なんか愛の不時着を撮った監督が作ったやつだから見ようと思って見てました。 あれ見た、赤ずきんちゃんのやつ
荒木優子さんのシンデレラ姿が美しすぎて、あれですよね、福田監督が撮ってるんですよね、あれ。韓国のドロドロ系怖くて見れない。じゃあ見やん方がいいかも。結構人がね、亡くなったり殺されたり殴り合いのシーンとかあるから怖いかも。最高の教師、途中から見たか最初から見たら、わかる。私もでも途中から見始めて TVer で追いかけて見てました。あとはもう最近はディズニープラスでリトルマーメイドを見たんですけど、映画館で見たくて本当は、でもちょっとなんか友達と約束してたのに行けなくなっちゃって、行くタイミング逃してしまって、そしたら最近配信されるのにさ気づいてさ、吹き替えで見たんですよ、リトルマーメイド。めっちゃね感動しました。特にラスト30分が良くて。でもアンダーザシーがやっぱね一番好き。パートオブユアワールドもいいけど、アンダーザシーのね海藻とかさ、なんか魚とかが踊ってるのを見るとね元気出ますね。今日いつもよりピンクメイク、今日めっちゃチーク濃いねこれ。あとシャドウ薄め、ラインも控えめ、まつげしっかり上げめ、眉毛はここからここまでしか描いてません。めっちゃネットで見てるんですね、見る時間を作る。私でも逆に見なさすぎて、見ない方だから。これでもそういう顔合わせとかに行く時とかに、最近何の作品見ましたってなった時に話せないと、そういう出る方にも回れないので見てます。そう、話題の作品は絶対見ないといけないぐらい見ないといけないので。そうなんですよ。リップはねリップモンスターです。タイヤヒラメかどうかは分からん。エイとかサンゴとか、フランダーの種類のかわいい魚ちゃんとか。ディズニープラスとネットフリックスどっちが、ディズニーの作品が見たいならディズニープラスかな。あとマーベル系好きな人とか。セーターの話し合いはあさって打ち合わせだね。セーターの長野みやびちゃんと交流ありますよ。なんか何やったっけ、なんかのコンサートの時に初めて喋って、なんかみやびんむがショールームで私のことを好きって言ってくれたのをファンの人から聞いて、私がコンサートで声をかけてそこで知り合いました。たまにご飯行ったりしてますよ。全然大変じゃない、みんなのお仕事の方が大変だよ。全然大丈夫ですよ。てかさ、私最近なしにハマっててこのさ、なしあるじゃないですか、フルーツ以外何があるって感じ。ナシを2個入りのやつをスーパーで買って、でお風呂上がりか朝に食べるんですけど、だいたいいつも2個で、まあそうでね500円ちょいぐらいのナシを買うんですよ。めっちゃ美味しくて、ほんまにフルーツの中で一番ナシ好きかもって思うぐらいに一番美味しくて、でなんかその梨よりも高い梨がね
売ってたんです、スーパーで。2個で1000円以上するやつで、2個で1000円のなしはちょっとさすがにそんな気軽に買おうってならないじゃないですか。しかも2個でさ500円のなしもめっちゃ美味しいから、はぁと思って。でこの間買ったの、2個で1000円のなしを。でも絶対美味しいやんと思って買って、その品種はなんかちょっとディスってるみたいなんか言わんとくけど買ったらさ、剥いてさ食べてさ、一言目さあれって言ったの。そうなんかちょっとねモサモサしてて、ちょっと高いから美味しいっていう考えは違うんやなって思って、あんまり美味しくなかったんですよ。なんかねモサモサやってん。いつも食べてる梨はめっちゃなんかねみずみずしくて、もうジュースみたいでなんか美味しかったんけど、それより美味しいと思って買ったらちょっと美味しくなかった。もさもさ大きいのいまいちなん、なんかびっくりして洋梨じゃなかったんです、日本の梨で。私が好きな梨の品種も入ってる梨みたいな。NG 合わなかったです。20世紀梨じゃない。ちょっとすみれ1000円も梨に使ってしまって悲しかったです。あとは最近狙ってる果物ね、柿。え、柿っていつが旬？もうまだ？もうちょっと先か。もうスーパーに並んでるけどさ、ちょっと買うか迷うよね。そのリアクション見たすぎる。バンです、バンです。もうちょっと先か。みかんもさ、あの早いやつ、早いみかんみたいな、あれも売ってますね。もう柿ね、柿さ柔らかいのと硬い派どっち派ですか？私はあんまり共感してもらえないんですけど、柔らかい柿が好きです。1ヶ月ぐらい先か。緑のみかん8月上旬から香水、9月になると。そう、私はずっと香水の方を食べてたんです、普段からほぼ毎日。けどそれよりも高いやつを買ったらモサモサだった。果物食べ、果物食べれない、まあそういう人もいますよね。お芋とかは。そう、すみれはこの時期になってテンション上がるのはもう焼き芋も好きやし、栗も好きやし、サンマも好きやし、もう秋の梨も好きやし、秋の食べ物ほぼ全部好きなんです、キノコ以外。そうなの。なんかあの剥いてある剥き栗とか結構作業しながら食べたりとか、あとはスーパーとかなんかドラッグストアとか、たまにさドンキとかでさ焼き芋売ってるじゃないですかBGM ちょっとやめてよ、みんな慣れようとしてるのに突っ込まないでよ。焼き芋を買ってきて面白くない、笑っちゃうやん。焼き芋買ってきてそのまま冷蔵庫に入れて冷やして食べます。なんかあったかい方がまあ美味しいんだけど、それを我慢して冷やして朝とかに食べる。冷やし芋はダイエットにいいんですよ、めっちゃ。なんとかかんとかっていう成分が冷やすと出てきて、それが痩せる力になってくれるんだって。めっちゃでも冷やした方が甘さ増すんですよ。ただ冷たい。冷やし芋めっちゃ美味しいよ。モンブラン、あー食べたい。どこやっけ、なんかタリーズかドトールかどっかのモンブランめっちゃ美味しかった記憶、去年か
一昨年ぐらい。キノコは絶対食べませんね。スーパー行ってもキノコ買わないもん。こないだもチキンのトマト煮込み、鶏肉と玉ねぎと本当はしめじが入ってるんですけど、しめじ入れない。スーパーで流れてそう。てて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 。てて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 てあとは焼き芋関連で言うと干し芋もめっちゃ好きです。でもさ、干し芋ってめっちゃ当たり外れない？なんかスーパーとかコンビニでパッて買ったら大体なんか中がシャキッてしてて、シャキッてしてる干し芋は NG なんですね。すいません、なんかあの注文が多い人でシャキシャキの干し芋はちょっとあんまり好きじゃなくて、すごい甘くてカクッカホッカホッっていう干し芋を求めてるんですよ。多分ネットで買った方が美味しいんだろうけど、食べたい時に食べたいから。でも今日ね、あんまり行かないスーパーでね、430円ぐらいのこのパックに入った紅はるかのなんかめっちゃ美味しそうな干し芋があったけど買いませんでした。タリーズか、ホクホク系。確かにホクホク系の焼き芋見やんな。えのき、うーん、えのきもあんまり食べたくない。でも出てきたら食べる。え、みんなこの曲知ってんの？みんなの地域のスーパーにこれが流れてってこと？そう、キノコ無理なんですよな。焼いて食べるのもいいね。え、ピノの芋バージョン。それさとねちゃんがなんか美味しいって言ってたな、この間。芋の話したら食べたくなってきたじゃん。焼き芋屋さん、確かに路上あのキッチンカーみたいな焼き芋さんもいないですよね。お腹すいた。ご飯を食べてください。こんばんは。今日は BGM ありでお送りしています。安納芋焼き芋羊羹の分も終わってないねえ。セブンイレブンの安納芋焼き芋羊羹ってあるんですけど、それがめっちゃ好きで、いろんな人に最近それにハマってるっていうのを言ってるんですよ。そしたら楽屋とかにも用意してもらえるようになって、その安納芋羊羹を、で家でももちろんこの箱ごと買ってるんですけど、今冷蔵庫になんと残り1個しかないんですよ。悠々しき事態。いやー、でももう箱買いするかどうかちょっと迷ってる。あれめっちゃ美味しいよね、あの芋羊羹。全然見つけ、え、絶対あれやん、スミレが美味しいって言ったから売り切れたんじゃない。セブンの抹茶ドーナツ美味しかった。そう、ストーリーに載せてた。食べ物の話ばっかりしてるけど大丈夫？セブンの抹茶ドーナツはなんかね、もちもちって書いてたから勝手にポンデリング系を予想してたんですけど、それよりはもちもちじゃないけど、結構上に抹茶パウダーがかかってて美味しい。どのコーナー、なんかね、パンコーナーの横にだいたい和菓子コーナーみたいな、まんじゅうとか羊羹とかわらび餅とか置いてるんだけど、そこにねあるんですよ。私は安納芋羊羹と普通の羊羹と、あと栗のやつと、あと抹茶くず餅みたいな4種類ぐらいあって、一時期それを1種類ずつ箱買いして冷蔵庫に4種類ぐらいお店みたいにしてやってたけど、安納芋が一番減りが
早い。美味しいです。ケーキ食べるならそっち食べるっていう感じですね。これから晩ご飯何食べるの？お芋の季節終わってほしくない。ドルチェの表紙めっちゃ、あ、皆さんもうすぐドルチェ発売ですよ。表紙のゲットしてくださいね。来週、ん？もう今週？今日日曜日だよね。来週コンビニでおすすめのものは、私真剣に考える。コンビニでおすすめのものね、何やろ。コンビニでおすすめのものあの芋ようかあの芋ようかんかな。そして10月14日はですね、土曜日、あのドルチェのサイン会もするので絶対に遊びに来てください。めっちゃ可愛いんですよ表紙。なんか私もあの表紙決まる前に事前に見せていただいて、この紙で表紙こんな感じだよみたいな、マネージャーさんと会議の時に見せてもらって、え、めっちゃ可愛いってなって、そう、公開されるのめっちゃ楽しみにしてたんですよ。ということで10月14日は私に会える日ですよ。あ、手が疲れた。ねえみんなさ、このさ配信終わったらさ TikTok のさシャドー版解除協力して早く会いた、私も早く会いたい。写真のコンセプトってカメラマンが決める。フォトブックは私もマネージャーさんも01の上の人も一緒に考えてるんですけど、雑誌は雑誌の方の編集部の方とカメラマンさんが決めてますね。え、何なんだろうあれ、なんであんな再生回数、フォロワーにしかおすすめに多分流れてないんだと思う。なんか何かしらのなんか、どういう体勢、こうソファーがあったらここに頭でここに体過激、過激な投稿1ミリもしてないし絶対しないので、それはないねんけど。Y2K 見てありがとうございます。全然さメイクのさ、 TikTok は私結構メイクとかなんてヘアアレンジとかそっちの動画を最近上げてるんですけど、メイクのことあんまり分かってなくても頑張って可愛いってコメントしてくれて嬉しいです愛おしい、ありがとう。ハロウィン付近はあるけどまだ言えないかな。あるけどとか言ってTikTok ありがとうございます。ちょっと飽きたなこのビジョン。まあいいや、もうすぐ終わるので、人気爆発、全然01の TikTok もたまに、あ、そうです。あ、そういえばこの間あの01褒めの
地上波の方の収録でまた料理をしてきたので、放送日が分かったらお知らせしますわ。そう、ファンクラブじゃないんですよ、ゼロイチ褒めの撮影。前髪大阪の方しか見れへんかも、逆に。あの MBS なので、私はいつもね TVer で見てるんですよ。ご飯企画、あともう一本出るんですけど、それは収録はまだです。もうちょっとしたら収録、楽しみにしててね。ではそろそろランキングを読みたいと思います。13位、クロービス、ありがとうございます。12位、ユウキ、ありがとうございます。11位、カンナ、ありがとうございます。10位、マイコル、ありがとうございます。9位、ニジ、ありがとうございます。8位、バショウ、ありがとうございます。7位、岩瀬、ありがとうございます。6位、鉄、ありがとうございます。5位、みぞっち、ありがとうございます。4位、くま太郎、ありがとうございます。3位、大福、ありがとうございます。2位、ポテンヒット、ありがとうございます。そして1位、キノピー、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ということで、10月14日はドルチェ発売イベント、絶対に来てください。そして表紙のドルチェゲットしてくださいね。あと TikTok 急いで見に来てください。皆さん週末楽しめましたか？今週、来週も頑張ろうね。スミレ日記の更新は基本的に月曜日で、全部曜日が決まってるので、火曜日はスミレの声、動画は何曜日みたいな、また更新します、明日。ではおやすみ、ありがとう。